はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は信長の野望レプーデン続きをプレイしていきましょう。いろいろ皆さんからコメント等々でアドバイスいただいてまして、ちょっといくつか今回はそれらも考えながらやっていきたいと思うんですが、まずですね、一つはですね、今高屋城に詰めている武将たちの中に信長とですね前田刑事2人がいる状態はあんまり良くないですよということで教えていただいているので、ここをねちょっと変えていきたいと思います。で、今武将数で言うとどうなんだっけっていうところで言うと、高屋城に信長がいて、で他で言うと前田刑事とかってどこにいるんだっけ。今刑事はどこにいたかというと、ちょっと武将一覧で見る前に、ざっと見ていっちゃいましょうか。そうか、今軍団として外にいるのかな。ちょっとしばらくぶりなのですっかり状況を忘れてしまっているんですが、岸和田城にいますね。なので移動させちゃいましょう。まずは前田刑事をいっそのこと伊勢志摩の上野城に入れちゃいましょう。いや、上野城はないな。まあいいか、上野城に入れちゃいましょう。で、今ここに主力艦じゃ、ちょっと実は今ちょっと前まで提督の決断法をプレイしてたので主力艦って言っちゃいましたけど、主力部隊が兵士6090で今岸和田城に入ってるんで、このまま石山御坊を攻めるか西賀を攻めるかっていうところなんですけど、西賀の方は兵士2万1000か、御坊の方は7800、いずれにしても長大な兵力がいますね。ってなると先に石山御坊を攻めた方が早いのかな。ただこれ西賀から敵のどうでしょうね、それなりにでかい部隊が出てくる恐れがあるんで、そうなるとちょっと守りきれなくなる恐れがありますよね。今本願寺と開戦するべきなのかどうかっていうところだな。であれば本願寺を攻めるのではなく、本願寺以外のところを攻めて周りを固めてしまった方がいいですよね、きっと。そうすると伊丹、あとは将軍家に弓引くのかって話だな。御所攻めはしたくないよね、まだ。となると独立勢力の三雲、あるいは伊丹、この辺りを切り取るっていうのがいいかな。もうすでに美濃方面は完全に制圧済みだし、姉小路を攻めてもいいけどな。姉小路って今どういう状態なんだっけ。姉小路は姉小路を先に攻めるか。岐阜にそれなりの部隊も入ってるしね、姉小路攻めに入りましょうか。そしたら先にね、できるだけ勢力を広げておきたいというのもあるし、今すぐ開戦するのも良くないと思うので、結論出ましたね。そしたら先に岸和田城の部隊を、誰を残すかだけど、ここは長秀を残しとくか。長秀はね忠誠度も高いんで、長秀を残して、鉄砲も、まあ兵力は残しといてあげた方がいいもんね。で、鉄砲とかはもうマックス持っていって、お金とかもまあそれなりに数持ってっちゃいましょうというところで、これを一旦高屋城に入れます。
で目標をどこにするかなんですが、摂津の伊丹城を目標にして、任せちゃいましょう多聞山はね。で上野城とかこういうね、市場に関してはご覧の通り移入はできないので、これで一旦ターンを進めちゃいましょう。まずはさっきお話したように姉小路攻めを先にやっちゃいます。姉小路を攻めて、国力をつけた後に、今度は大阪方面ですね、こちらの攻略に向かいましょうか。お、ここでイベントですね。まあ、守護職をもらえるということですね。そしたらですね、まずは忘れないうちにというわけではないんですが、観音寺の、攻略目標が失われたという状態になっているので、ここの委任を少し変えておきましょう。目標なんですが、ここも独立勢力系があれば独立勢力系を攻めたいんだけど、ないんだよねきっと。となれば高根城攻めましょうか。でここまで来たら、あとは高谷城から信長を含む主力の軍勢ですね、ちょっとしどろもどろになっちゃいましたけど、主力の軍勢を派遣していきましょう。一人ぐらい残したい、いや二人残すか、長宗我部元親とか残しときますか。で信長はもちろんいつもの鉄砲、勝家は騎馬で、あとは正勝とかって何かいいの、足軽か、利家もって足軽でいいかな。一益は鉄砲でしょう。うん、で秀長はというと、まあ足軽でいいかな。秀吉はいいでしょう。成政も鉄砲が使えるか。こんくらいでいいかな。じゃあこれで一旦ですね、そうですね、どこに進むかというと、まあ、軍馬もちょっとは持っていく、お金もちょっと持っていきましょう。で目的はズバリ松倉城ですね。ちょっと長く遠征になりますが、街道整備してないんでしょうがないですね。で残った人たちには街道の整備をしてもらいましょうか。開発で道を作っていくので建設かな。武将はそうだな、元地下あたりに頼みましょう。まあ、ちょっとねめちゃくちゃ時間かかりそうですけど、ここまでかな。ちょっとね欄外はみ出てますんで戻して実行します。で他道作りしといた方がいいところがあるかというと、そうだな、一旦は街道は整備されてるでいいのかな。松倉城方面が厳しいのか。そしたらここ今存在しているので、存在しているっていうのは人がいるので、ここも道作りをして、軍勢の進行速度早めましょう。よし、これでじゃあターンを送ってきますね。もうついにこれで武田と今川も完全に国取り合戦を始めましたね。
で、残っているのが、一人残ってるはずだよね。長秀が残ってるね。長秀に、町づくり等々をさせちゃいましょうね。村のレベル上げる？町のレベルも上げちゃおう。これでいいかな。まあ、まずは何と言っても飛騨を平定して国力をつけたらもう大戦ですよね。大坂攻め、まあ具体的には大坂攻めっていうよりは本願寺攻めになりますけどね。ここをしっかり攻略できればもうほぼほぼゲームはクリアできるかなっていうところですね。三好がどこを攻めるんだ。ちょっと危険な香りがするな。三好がさらに鈴木貞夫も来てるね。これ一旦兵を返す必要があるな。まさかここに来て敵の反撃を受けることになるとは思わなかったけど、予想しとかなきゃいけなかったよね。今軍勢どこまで帰っていってるかというと、ちょっと動きが見てなかったんで疑問だけど、ここだな。信長だ。この信長の軍勢を返しましょう。岸和田に急いで戻します。多聞山とかにも人入ってないもんな。高屋城にも一人しかいないもんね。岸和田はゼロか。そしたら急いで戻さなきゃいけないけど、もう間に合わないから高屋城をなんとか防衛するしかないね。まあ、ターンを進めましょう。いずれにしても守りきれんのかって話だよな。あっという間に突破されるな。これは岸和田城は取られるな。これ本願寺と本格的に開戦せざるを得ないですね。こうなると飛騨攻めを諦めて本願寺に介入しましょう。まずは雑賀攻めかな。あっという間に城取られたな。せっかく取った岸和田を取られることになるとは思わなかったけど、まあしょうがないですね。そうなるとだ、ちょっと思い切った方針の転換が必要になりますね。ちょっとねイベントは例によって少し早いので、皆さん必要に応じて止めるなりスロー再生にするなりして、見てください。まあ、信康っていうのはの、家康の長男で、後にね信長から謀反の疑いをかけられて、まあ、殺されてしまう結果になった、まあ、飛雲の徳川家の嫡男ですね。でその後皆さんご存知の通り、信康が敗嫡というかね殺されてしまったんで、次男の結城秀康が、まあ、本来であれば徳川家の家督を継ぐはずだったんですが、もうすでに養子に出されていたんで、まあ、三男の秀忠が二代将軍になったという状態ですね。さあ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 、そこはさておいてですね、攻略目標も全部変えましょう。何に変えるかというと、もう完全に攻略目標を本願寺に総替えします。本願寺を総力戦で叩き潰すということをやっていかないと、
これはまた時間がかかる展開になってしまうんで、まあね、僕のプレイいつもめちゃくちゃ時間かかっていて申し訳ないんですけど、第20話とかなってるんでね、申し訳ないんですが、ちょっと今回もねそうなる可能性があるんで、そうならないようにできるだけ頑張りましょうということで、石山ごぼう攻めを本格的に行っていきます。で、岐阜城とかもねかなりの兵力が入ってるんで、これらの兵力をしっかり活かせるように武将をね積極的にバシバシ雇っていきましょう。ポケット戦国とかだとね、ちょっと違う話になってしまうんですけど、結局武将の数が多ければいいというものではなくて、武将が多いと金食い虫になるっていうね、欠点もあるんですけど、ここに関して言うとそういったところはあまりないので、できるだけね、武将を召し抱えていきたいなというところですね。浪人がいればもう積極的にね登場していきましょう。浪人がいるかどうかっていうのは一応全部見ていかなきゃいけないのかな。浪人マークみたいのが出てるところがあれば間違いないんですけど、そこをまだ確認してないんで、浪人マークがあるかないかから確認していきますか。ここ浪人いるね。これ浪人でしょ。なるほど、これで浪人を見たら手っ取り早いね。溝口いや、考えが合うのか。いや、でももうこれはね、運だと思うんで、もうね、懲りずに。いや、なんなんで、さっきまで、お前のとこに行く気なんて毛頭ない、みたいな感じだったのに、ものすごくあっさり、願ったり叶ったりです、みたいな感じで来ましたけどね、今。まあ、ただ、武将の数は多ければ多いほどいい。まあ、再三お話してる通りなんで、もう武将を見つけ次第、速攻で雇っていきましょう。まあ、こんなところかな。では岸和田城の奪還作戦から入っていきます。軍師は秀吉に勤めてもらい、出陣は全員出陣させますと。まあ、岸和田城はね間違いなくあっさり落とせると思うんですけど、問題は岸和田じゃないところなんですよね。雑賀です。雑賀を攻めるときにはもう少し軍勢の数増やしたいなってことは、高屋城に一度、いや、雑賀を攻める前にここの高屋城を取ったら、高屋城に軍勢を一度集結させますか。今雑賀に光秀がいるの？これ見ると今光秀いましたよね。さあこれで、うまい具合に捕まえたので、まず貞雄は登用しましょう。ダメか、じゃあ解放するしかないね。武将の数が欲しいんでね、殺していくっていう選択肢もあるんですけど、一旦逃がしてまた捕まえてっていうのを繰り返しなんとかやっていかざるを得ないっていうケースも当然出てきてしまうんですよね。そしたら、ごめんなさい、岸和田城ですね。岸和田城にいるんで、軍団を再編して、
増強するために2人ちょっとね出しましょう。これを一旦入れちゃいます。で、結局武将の数が全てものを言うので、武将をねガン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 雇い入れるために何をしなきゃいけないかというと、めんどくさくてもしょうがないんで、こうやって一個一個見ていくしかないんですよね。でもしねその浪人がいれば速攻で浪人を雇い入れていくっていうね、そういうことをやっていきましょう。伊勢志摩に関してはもう完全に平らけてるんで全く問題ないかな。武将はいないか。武将は一人でも二人でも欲しいんですけどね、武将はおらずというところですね。そしたらこっから先は、また軍団を再編というか、三軍で選んで、これもね、教えてもらったんで、まとめて選べますよっていうのね。正勝は鉄砲にするか。数増も鉄砲の方がいいよね。幸い鉄砲の数はそれなりにあるんで、よし、これでいいかな。だ、お金もそれなりに持っていって、鉄砲は全部持っていきましょう。これで、雑賀攻めを行います。雑賀が1回で落とせるかっていうのがちょっと疑問だけどね。高屋城にはまだ兵が残っていて、あと兵っていう意味で言うと、輸送しておきたいですよね、兵をね。ある程度。岐阜には兵がめっちゃいるんで、岐阜に、一人派遣しましょう。吉成を同じ岐阜の、ちょっと待ってくださいね。犬山城終わりでしょ。岐阜は美濃だよね。なんで一旦派遣で吉成を選んで、美濃の岐阜に移動させますと。で、岐阜に2万の兵が入ってるんで、今岐阜の2万の兵って使い道正直ないんですよ。飛騨攻めをするときには岐阜の2万の兵ってかなり必要だったかなと思っていたんですけど、ご覧の通り今もう本願寺と開戦して、岐阜に、どうこうできる流れではなくなっているので、三雲がこちらに入りましたね、傘下に。独立勢力の三雲家が織田の配下に入ってきた、侵入してきた感じですね。なので、話を戻すとですね、軍団で、三軍は、吉成一人でいいでしょうと。で、何をするかというと、兵の輸送兵なんですが、1万5000の兵を派遣しちゃいましょう。鉄砲もね、もう全部持ってきます。で、軍馬も全部持ってきます。お金もね、ちょっと半分ぐらい持ってかせてくださいと。で、これを、どこに入れるかというと、最前線に位置する、この岸和田に運びましょう。着々と勢力を広げてるからな。この辺りにいたね、いたね。
いたよ、登用しましょう。だコマンド可能な武将がいないか、もったいないな、高屋城、せっかく人がいるのにね。そうなると、高屋城に人がいるのに雇えないか、誰がいるんだ、ちなみに。これも見れないか。いやー、見たかったな。人欲しいですからね、一人でも多く。どうしようかな、かといって今から人戻せないし、しょうがないですね。ここはターンを進めるしかない。さあ出陣部隊は全員出陣ですね。もちろん全員出陣です。あとは敵がどんくらいの勢力かというところが問題ですね。それなりに数はいるけど、まあ、味方の方が圧倒的に多いんで、あとはもう運次第かな。まあ、壁越えとかがね成功してくれるといいんですけど、あと工作がね高い武将でやるとすごく効率がいいですよっていうのを教えてもらってるんで、ちょっとそのあたりはね工作が高い武将を使いたいですよね。軍師にもなってるしね、まあ、この辺りはもう任せるしかないっていうところはあるんですよね。まあ、壁越えとかがね一発効いてきたりすると全然変わってくるんですけどね。勝家はバカすぎるな。お、壁越えした。やるね。誰？壁越えして。秀長か。いいね。まあ、敵はね、まあ、足軽の名もなき武将たちなんで、普通に戦闘していけば余裕で勝てるはずなんですよね。よしよし、着々と進撃を続いているんで、このまま行けば城は落とせそうかな。ただ効率が悪いね、やっぱり壁越えとかでうまーくね先に進んでいければ。
ただね、この城結構うまく作られてて、壁越えができないように中に内堀っていうのかな、なんか変なところに堀ができてて、なかなか攻めづらいですよね。ああやって見てみるだけでも。なんで今ここにいる部隊がうまく壁を越えてくれれば一番楽かな。秀長がね、秀長がもう一回壁を越えてくれるとめっちゃくちゃ助かるけど。敵はどんどん士気が下がってって、もう風前の灯火だな。士気10ですもんね。よし、雑賀を落としたのはでかいな。で、三好隊か。今度この三好隊がどこ狙ってくるかだよな。攻撃目標がわからないからね。手取り城は外出中だね、今。手取り城の前にやっぱこの三好軍団が邪魔だな。しょうがないね。三好軍団の攻撃に向かうしかないね。三好を滅ぼしてしまわないとこういうことがずっと続くんだろうけど、本願寺を先に倒さないとね、安定化ができないんで、まあしょうがないですよね。で、まだ武将はいるのか。元地下を急いで戻そう、まずはね。で、野戦の元に一気に長春の軍勢を壊滅させましょう。久々の野戦だな。まあ、信長は一番後ろに控えさせるとして、勝家でしょ。長秀も後ろに下げた方がいいね。戦闘力高いわけじゃないんで、一益、利家あたりを信長の前につけておきましょう。まあ、ここはいかに損害を少なくして戦うかですね。捕まえたのはでかいな。三好の細川は解放するしかないね。岩友もダメ。松永被災で、よし、久秀が入ったか。これは大きいですね。で、この後は返す刀でというわけじゃないんですけど、根五郎寺に3000の武将、手取りに4500、これらをちょっと撃破していかなきゃいけないんで、これらの撃破に努めましょう。まあ久秀が入ってくれたのは大きいね。ただ久秀単体にしとくとなんか寝返りそうだからな、あいつ。で、いなくなっちゃったと。せっかくいた人たちがいなくなっちゃいましたね。まあ、残念。はい。そしたらですね、ちょっと時間がいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにして、次回は、キー、
攻略、平定を完了させることができればいいかなと思っていますので、ぜひぜひ続きもお楽しみいただければと思います。というわけで今回は、ここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。